算数図形、5秒以内に解ける面積問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。図のような AB イコール AD である四角形 ABCD の面積を求めてください。では解説をします。 CD の延長線に点 A から垂線 AF を下ろすとき、角 BAE 足す角 EAD イコール90度、角 FAT 足す角 EAD イコール90度なので、角 BAE イコール角 FAD となり、三角形 ABE と三角形 FAD は合同です。さらに AE イコール AF イコール3センチとなり、四角形 AECF は正方形です。よって求める四角形 ABCD の面積は正方形 AECF の面積と等しいので、3×3 で9平方センチメートルとなります。おまけ問題です。図のような直角三角形 ABC において角 A を2個分と角 E を3個分合わせると何度になりますか？この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。